ミュージック、どうもみんなです。今日はですね、2019年 YouTuber が一番聴いた楽曲でちょっといろいろ LINE して教えてもらいました。1年間も非常にね、僕は豊作でいい音楽がたくさん聴けた年だと思っているんですけど、皆さんどんなのをね聴いていたのか早速見ていこうと思います。はい、まずですね、はじめしゃちょー。はじめしゃちょーはオフィシャルヒゲダンディズムのイエスタデーということでした。はい、イエスタデーね、プリテンダーじゃないんですね。まあ、今年はもうヒゲダンのもう年っていうか、もうかなりね、大ブレイクの年だったと思うんですけども、なんだろう、このヒゲダンとか他にもまあ、星野源とかキングヌーとかもそうなんだけど、この大ヒットしたアーティストが最大公約数的な音を鳴らすっていうよりも、質とこのポップスの良さをなんか両立してるみたいなね、そういう感じのアーティストが増えてるのかなと思いましたね。あのヒゲダンディズム、非常にね、このブラックミュージック的でクールなね、音を出してますよね。はじめしゃちょーは、ヒゲダンのイエスタデーということで。はい。続きまして、夕闇の小柳。ラウドロックバンドですから、結構重ためなヘビーな音楽が来るのかなと思ったんですけども、小柳もヒゲダンでした。これ結構意外じゃない？小柳はプリテンダーだそうです。なるほど。なんかああいう尖った感じで一セット全部同じ曲みたいな、そういうライブをやってる彼ですけども、楽屋に戻るとヒゲダンを聴いてるみたいな、そんな姿があるのかもしれませんね。まあいい音楽ですからね、ボーダーレスに全然聴いていいと思うんですけど、普通にあの単純にちょっと意外だったっていう、そういうのはあります。はい、続きましてヒカキンさん。うわー、ヒカキンさんが今年一番聴いた曲、かなりちょっとあの悩まれてたみたいで、ね、3曲教えてもらいました。まあ実際ね、何を一番聴いたかなんかもうこの数値化できないですからね。まあ3つ教えてもらって、で、まずね、2曲アビーチーから SOS、 そしてタフラブ、この2曲ですね。まあアビーチー惜しくも去年亡くなってしまいましてね、まだまだ全然若いのに、もう俺より年下になっちゃいましたよ。あの28歳で亡くなられて、今年この生前撮ってたものをあのまとめて出したサードアルバムが出たんですけども、それに収録されてた2曲、それをね、まあヒカキンさんよく聞いていたと。まあビーチなんだろう、この EDM、 まあエレクトリックミュージックなんだけど、歌心ある感じの音楽作りますよね。まあヒカキンさんはあのずーっと追ってたイメージ、あのツイッターとかで一回こうわーってライブ行ってね、なんか感動して泣いてる映像とかも僕見たことあるんですけど、まあそれぐらいね、思い入れがあるアーティストということでね、まあ2019年もヒカキンさんはビーチをね愛聴していたと。そしてもう一曲がですね、ペンタトニックスの、プリテンダー、ヒゲダンのプリテンダーをペンタトニックスがカバーしたバージョン。ペンタトニックスはなんかもう超ざっくり言うとハモネプみたいな感じですよね。ボーカルグループで全員でこうハモっていくみたいな、そんな感じで、結構ね日本語のカバーもしてるんですよ。あのヤマタ2とかもカバーしてたりすんのかな。ペンタトニックスのプリテンダーもね、あの結構かっこいいんで、皆さんぜひ聞いてみてください。はい、続きまして、としみつ。としみつは彼も2曲あげてました。アスカのラブソング、これは、ソロのバージョンですね。あのもともとチャゲアスでやってた曲、もうあのセイエスとかよりも前の結構初期の方の曲なのかな。まあでもキャリア長いからね、ちょっとどの位置かすいません、具体的には分かんないんだけど、でも大ブレイクするちょっと前ぐらいの多分曲なんだけど、まあ、大名曲、それの、アスカのバージョンをね聴いていたと。結構この着眼点があのマニアックなとこ行ってますよね。なるほどね、まあ名曲ですね。で、そして嵐のターニングアップ、これは割と最近出た曲ですね。まあ、なんだろう、なんかあの嵐の楽曲の中でもゴリゴリにファンキーな部類じゃないですか。もうシンベガのもうブリブリになっててね、そういうのやっぱ多いですよね。本当になんかあの嵐とかそういうもう、まあアイドルの楽曲だからやっぱどうしてもこの最も親しみやすい方向性にね基本的に行くと思うんだけど、それでもなんかこの今のトレンドっていうところでは最大公約数じゃなくて、なんかクールとポップ両方取りますみたいなね、そういうアーティスト今非常に多いのかなと思いますね。
はい、続きまして、カンタ、水溜りボンド、カンタ。カンタは、星野源の、晒し物でした。で、これあのフィートパンピーですね。非常にヒップホップ的な楽曲。まあ、星野源もどん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 このブラックミュージックの色彩が強くなってってる気がします。まあ、これトレンドなのかな。うん、まあ、恋とかね、あれも元々はモータウンのこのフィールをちょっとこのテンポアップした感じっていうのを本人がなんか種明かししてたけど、まあ、もうさらにさらに、まあ、ポップウイルスの頃からもそうなんですけども、さらにさらにこの黒い方向にね、彼の趣味の部分っていうかね、ルーツの部分がどんどん前面に出てる感じがして、で、またね、ラップうまいんですよね、普通にね。そこにくいよな、何でもできるじゃん、この人、みたいな。そういう感じはありますね。なんか、どん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 この、40前にして新しいことに挑戦してる星野源、僕非常に今後もね、楽しみにしてます。この新作のね、この EP か、Same Thing っていうね、この EP もね、非常にかっこいいですね。まあ、スーパーオーガズムとかと絡んじゃってるからね、もう、この人はもうね、やっぱりもう最善を走ってるけど、注目が外せないですね。はい、続きまして、今度、ソラチ。ソラチはスラックの、グラインドザブレインを、ちょっとなんかパンピーとリンクするとこありますね。スラックのメンバーの方とパンピーの方が確かご家族なのかな？すいません、その、ヒップホップめちゃめちゃヘッズってわけではないんで、なんかちょっとふわっとした感じになっちゃうんだけど、これはもう、ドープなトラックですよね。めちゃめちゃドープ。まあ、ロックノーの意見で言うと、なんだろう、なんかドローン的な、なんか持続音が結構鳴ってるんですよ。その辺の感覚とかは、サイケっぽい。サイケっぽい感じが俺はした。あんまりないんじゃないかな。で、このジャズっぽいテクスチャーのこのサンプルがこういろいろ入ってくるんだけど、それもね、エキゾチックな感じで、まあ、なんか、面白いトラックだなと思いました。まあ、もちろんね、フローとかもかっこいいんですけども、はい。ソラチはね、スラックのグラインドザブレインということで。はい。続きまして、オルタナチャンネル、渋谷ジャパン。よし！ライドンタイム。まあ、山立のね、楽曲をもう、大胆にサンプリングしたやつですね。まあ、これ本当に俺もう渋ジャパから教えてもらってからいろいろ自分で調べたぐらい、まあ、知らなかったんですけども、まだ16歳なんですってね。で、もうバラエティとかも出たりとか結構ね、ファッション界隈で活躍したりとか、かなりマルチなタレントらしくて、ただもう音楽の方もただものじゃないですね、これはね。まあもう16歳でなんか山立サンプリングしてとかちょっともうなんか嫉妬するよね。そのセンス。16歳って何ですか？だって俺はもうなんか、普通に、なんだろう、遊戯王とか読んでましたよ、多分。知らんけど。いや、遊戯王が悪いわけじゃないんだけど。はい、続きまして、あ、もう最後ですね。最後、文系。文系、プロデュース101ジャパン、つかめ、イッツカミング。で、これは、アイドルのオーディション番組の、テーマソングなのかな。で、この、プロデュース101ジャパンっていうのは、こうなんか、まあ、なんかオーディションをやるみたいな感じですかね。すいません、ちょっとその辺、勉強不足でございます。まあ、聞きました。すいません、知らなかった。聞きました。聞いて、見て、やっぱなんだろう、踊ってみたの、ね、出身の彼だから、まあ、振り付けの、このそういう面白さみたいなところを見てるのかな、みたいな。すいません、そういうちょっと浅めの感想になっちゃうな。まあ、なんか彼はその番組をずっと追ってたみたいで、まあ、だから必然的に聞く回数が多かったみたいな、ちょっとイレギュラーな回答ですみたいなことは言ってたんだけど、なるほど。多国籍のグループみたいですね。まあ、最近 TWICE とかそういうのもね、まあ、流行っていて、結構なんかもうアジアがユナイトしている感。それいいですよね。音楽で結構ボーダーレスになってる感じ。その辺は俺はすごい好き。はい。それぐらいしか言えることがね、ごめんなさい。はい。はい、ということでですね、まあ、2019年 YouTuber が一番聴いた楽曲、こんな感じとなっておりました。皆さん結構もうね、王道のポップスから、もうドープなヒップホップまで広い感じでね、聴いていて、なるほどという感じで、結構やっぱ皆さんハイセンスですよね。うん、非常に面白いと思います。まあ、これね、プレイリストにまとめておくんで、ぜひ皆さんね、聴いてみてください。はい、それでは。君のこと